にして。今宵は誰もがカバーガール、甘くとろけるスイートコーデ、真っ赤なガーの差し色に頬まで赤いの誰のせい。家しか勝たんぜ 2.14 映画三昧 in the house、 チョコと交互にポップコーン、寝落ちで迎えるエンドロール。バレンタイン、南へ逃避します。トロピカルパフェにプレミアムガーナ、日差しも私もパーフェクト。好きな人への思いを込めてチョコをハートにくり抜いて、覗いてパシャリガーナフォト、甘い思い出残しましょう。甘く特別な1ページ、あなたがなっちゃえ、バレンタインのせいにして。世界を見たまえ俺の腕前、バレンタインにゲーム配信、ただし俺に勝とうだなんてガーナくらいに甘いがな。今日はここから動きません。ダラダラ生物こたつむり、お菓子にリモコン、スマホに漫画、この世のすべてに手が届く。疲れ気分の街から離れ、自分と向き合うソロキャンプ、焚き火で炙ったマシュマロガーナ、とろける夕日も独り占め。決めるぜ大勝負、ガーナでビッグなチョコバーク、甘い思いをマーブルさせて、気になるあいつに届けよう。さあ準備はいい？今年も始まる。君が主役に、バレンタインのせいにして。今回バレンタインのせいにして、浜辺さんへ逆バレンタインをサプライズで行います。今回僕が作るのはですね、ガーナビッグハートです。はい、それでは早速作っていきましょう。まあ、やっぱね、色味は大事ですからねこれはまあ間違いないから、まあ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 間違いないですね。まあうまそうですねこれは。ペッてやって、この辺でペッと。結構迷わないタイプですね。そうですね、もう決めたらさっさとやっちゃった方がね。この辺とかが可愛いんじゃないですかこれ、うんうん、この緑とかカラフルにね、これ楽しいですね。なかなかこれ周りもね、飾り付けて。ああなるほどなるほど。お、はいはいはい。あ、もうこれでだいぶ変わったわ。天才かもしれない俺だいぶこれで変わってきたんだけど。はいはいはい、いいんじゃないですかこれ。お、できました。できました。はい、ありがとうございます。無事完成いたしました。これをプレゼントしてですね、浜辺さんを驚かせたいと思います。
それでは今年も吉澤さんのバースデーを祝うべく、今回はハートぶち抜きガーナを作っていきたいと思います。よいしょ。お、いけた。おー、いきましたね。ピンクのハート、はい、チョコペンでデコレーションしていきます。こういったなんかチョコつく使ったスイーツって売られますか？バレンタインの時には作りますね。あとはまあホットチョコレートかそのまま丸かじりかです。あ、でもいい感じかも。おめでとうの O を書きました。あ、その O なのね。その O を書きました。じゃあ最後にじゃあオレンジを乗せて完成にしたいと思います。無事に完成いたしました。なかなかまあ真ん中はちょっと自信なくなっちゃったんですけど、それ以外はすごく綺麗にできてかなり可愛らしい仕上がりなのではないかなと思っております。ありがとうございます。はい、無事に完成しました。この後直接吉澤さんにお渡ししたいと思います。はい、あの2月1日は吉澤さんの29歳のお誕生日ということでおめでとうございます。あのささやかではあるんですがバースデープレゼントの、ハートぶち抜きガーナを作りましたので、おぜひ受け取ってください。ありがとうございます。ハッピーバースデー。あら、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。ポイントはあの、まあ、ここもやったんですけど、この真ん中のところに、うん、これなんて書いてあるか分かりますか？大あ、おめでとうのおです。あ、おだ。お書きました。なるほど。おを書きました。おでしたね。はい、大だと思いました。おなんですけど、はい、やっぱおめでとうのお。なるほど。特にお涼さんとも呼ばれてるんで、お。あ、なるほどね、はい、そこともかけていただいて、はい、すごい。めっちゃ可愛くないですかこれ。ありがとうございます。さっきは失笑されました。失笑された。はい、嬉しい。ありがとうございます。ぜひ食べてください。29歳、はい、30歳以降手前っていう年になりますが、はい、なるほど。抱負を気づいたら30になっちゃうっていうことで、もういい加減ちゃんとした人にならなきゃなと思うんですけど、ゲームばっかやってないでちゃんと過ごそうと思います。そしてラスト20代全力で楽しみたいと思います。今回はバレンタインのせいにしてということで、吉澤さんから渡したいものがございます。あー、何ございますんです。はい、そう、今回バレンタインのせいにしてですね、浜辺さんに逆バレンタインさせていただきたいと思います。僕先ほどこっそりとこのガーナビッグハートを作ってみました。ぜひ受け取ってください。おー、おしゃれ。ありがとうございます。ちゃんとおしゃれだ。すごい。ちゃんとおしゃれでしょ。このチョコのこのなんか流れが高い料理屋さんみたいな。そうでしょ。おしゃれ。おしゃれなんですよ。すごい。なんかセンスあるんですね。そうなんだよね。ちょ、俺びっくりしちゃって自分でやってて天才じゃんと思って。いや、すごい。あのアシメトリーな感じが。そう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 。すごい、ありがとうございます。びっくりした。はい、じゃあハッピーバレンタイン。全部食べます。ハッピーバレンタイン、ありがとうございます。やった。いただきます。はい、はい、ですね、歯が見えるような笑顔も素敵です。いただきます。はい、ラスト3です。いただきます。はい、ラスト2。いただきます。はい、最後もいきます。いただきます。はい、はい、OK です。はい、参ります。はい、そうです。はい、参ります。はい、もう何枚かください。はい、いきます。はい、そうですね。はい、いきます。はい、そう、はい、いきます。はい、ラスト3です。はい、いきます。はい、ラスト2。はい、いきます。はい、最後も笑顔でいきましょう。はい、いきます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。監督の関係と申します。おはようございます。トコネイと申します。まあ、どんどんあっちの方に。はい、で最後は吉田さんと出会う。エレガントにやろっかとか、多分そういうのが入ってくるのがあるなっていう。
ありがとう。はい。ありがとうございます。お願いします。
ありがとうございました。すごい今回も可愛かったです。いや、よかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。やったー、嘘、嬉しい。いっぱい持っていただきましたか。いっぱい入ってます。たくさん食べます。ちょっと重いです。いや、嬉しい。いつも食べてます。ありがとうございます。ありがとうございました。やったー、一番嬉しい。今、よーい。待ってる。待ってる。オッケー。ゆっくり進む。はい、ポーズ。で、ゆっくり。ゆっくりしました。ゆっくりしました。ポージング移動。はい、準備しましょう。よし。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、出ます。フォー、ファイブ、シックス、セブン、置いて出る。ヌーグ。近づく、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、1,2,3,4,5,6,7 決めるよ 1,2,3,4,5 あー失礼しました1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 パクってかじるヘッドホン立って浮気を奪われる すごいこの音楽との調和素晴らしかったですね。はい、久々の吉田さん共演でした。はい、そうですね、本当にここ最近はそれぞれ別の感じでやってたので嬉しかったです、お会いできて。浜辺さん、いかがでしょう。かなり苦戦しました。あの早いリズムだったのでどのタイミングでどの動きをやってっていうのが最初はすごくわけわかんなくなっちゃってたくさんテイクが重ねたんですけど、皆さんのご協力があってやっと終わってほっとしてます。私はかなりインドアなので映画三昧ですかね。あのプロジェクターがお家にあるのでそれでぼーっといろんな映画、チョコレートとポップコーン交互に食べたいなと思ってます。ずっとアニメ見たり映画見たり、もうお家から出ないでベッドからも動かないでみたいなこと結構あります。吉田さんはいかがです。まあこたつ無理かゲーム配信。うーん、最近すっごいゲームにハマっちゃって最近ずっとやってんすよ。もう休みの日とか朝起きて朝までやってみたいな。まあそんな配信できるほど別に腕前はないんですけど、まあそれぐらいの感じでやりたいです。何してほしいんですかね。まあ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 ですよね。はい、はい、せーの、はい、じゃん。おお、お料理。おお、いやもう絶対お疲れなのでもう癒されてほしいですよね。いいですね。やっぱりバレンタインのせいにして、うん、もう心も体ももうすっきりしていただいてね。それ整体とか痛い系じゃなくて、うんうんうん、なんかもうほんとただただ気持ちいいやつ。いいですね、バレンタインにね、うん、おすすめありますか。まあ、やっぱ背中ですよね。へー、背中はやっぱこう、まあ、やっぱお芝居とかしてるとこでね僕は固まりがちなんで。なるほど。私お料理にしました。お料理、あのここに量が入ってるからっていうので読み仮名を書いて本日は、あの多分なんとなくねお忙しいから自炊難しいのかなというイメージがあって、
まあ、ちょっとバレンタインで少し余裕があったらなんか好きな食べ物を自分でお家で作って食べるのもまた違う美味しさを感じるのではないかなと。なるほど。思われまして。10年ぐらい多分してないと思います、料理。全くしてないんですけど、ちょっとやっとこうかな料理。頑張んなきゃいけないです。はい。あ、でもお味噌汁とか良くないですか。お味噌汁ね。煮込んでお味噌混ぜるだけだから。確かに。ね、普段するんですかお料理。やりますやります、好きですね。汁物とかはあのすごいお鍋いっぱいで作ってもなくなりますよ結構多分。じゃあちょっと頑張ってみようかなと思います。はい、ありがとうございます。まあ赤のイメージとかピンクのイメージがかなりあるので、赤いマフラーとか、まあ、ちょっと小物で赤とかピンクとか入れたいという気持ちはありますね。あとなんかリボンとか取り入れてちょっとラッピングだぞみたいな感じは、まあ、やってみたい気持ちは若干ありますね。なかなかできないけど、まあでも確かに赤って感じしますもんね。うん、まあちょっと赤いニットとか着ちゃってこのタートルのね可愛い感じにしちゃおうかなと思います。バトルも楽しそうですけど、やっぱ時間経ってくるとお互いイライラしちゃうような気もするから、やっぱ協力なのかな。協力してなんか一つの目標を立ててこのボス倒すぞみたいなのは面白そうな気しますけどね。あ、私 UFO キャッチャーしたいです。あ、ゲームそういうゲームあのこうゲームセンターの2人で行ってみたいな。そうそうそう、それは面白いかもしれない。そう、UFO キャッチャーとか得意ですか。すっごい脳内で計算とかするんですけど、こう絶対ここでこういったらこっちの角で引っかかって落ちるだろうとか、すっごい頭いい風に計算するんですけど、毎回外すんですよね、それ。あんま上手くないのかもしれないですね。